さあ、行きましょうか。ナポレオン登場します。ナポレオンっすね。資料集220、ナポレオン時代です。ナポレオン時代です、ね、まず今から200年前にナポレオンがヨーロッパに台頭して、必ずこのイメージを持っておいてください。この紫の範囲が全てフランスないしフランスの影響下に置かれた国です。ナポレオンが台頭したわずか十数年間でフランスこの大きさになったって考え方ができます。ナポレオンやばいんだわ。とにかくナポレオンはもうすごいね。で、通称これをナポレオンの大陸制覇って言いますんで、そのあたりの世界史をやっていくお話でございます。よろしくお願いいたします。はい。で、ナポレオンの登場なんですけれども、フランス革命からつながっとったらね、ぐらいつながってますから、はい、前回覚えさせたね、これで覚えるよっつって、コク、ミツ、コウ、ソウ、トウ、で、国立校総統帝の順番だよって言ってましたよね。じゃあ順番に言えるかな。北川さん、国。国民公会。議会。国民議会。ミツ。はい。日本議会。コウ。国民総会。そう。再生軍。そう、再生軍。そう。統領。国政府出ましたし。統領政府。そう、統領政府第一帝政。この順番、国立公総統帝っていうふうに覚えるんだけども、この総裁政府からが基本的にナポレオン時代だわ。ナポレオンが登場してくるんだわ。よし、資料集の220見ると、ほら、トン、2、ここになってるよ。総裁政府からスタート。うん。もともと総裁政府のメンバーやから、総裁政府のメンバーやったナポレオンが、その後統領政府作って、で、第一帝政っていうふうな形になっていきます。はい。ほな、まあね、一気に進んでたらなので、っていきますけれども、出身の島とかも覚えないね、ナポレオンって。ナポレオンボナパルトですけれども、出身の島が北川さんどこか知ってるかい？サルデーニアの上にある島だよ。サルデーニアはイタリアの下だよ。イタリアの左だよ。黄色だよ、サルデーニアは。その上だよ。エルバ島。コルシア島ね。エルバ島はちっちゃい方だよ。コルシア島も大きい方ですよ。コルシカね、サルデーニャ島の上にでっかくコルシカ島があるでしょ。で、ここがエルバ島って考える、うん、エルバ島は後で流されるところです。コルシカ島の小貴族の出身、まあ家の出はいいんだけど、そんなに金持ちではない貴族。はい。で、簡単に言うと、この革命軍っていうのはもう当時あって、この革命軍っていうのが実力主義なんだわ。実力主義ね。やし、それまでの世の中って割と血統主義で、もう貴族の出だったら勝手にね、有名な貴族だったら出世できるようになってたのが、革命軍の場合は実力で結果出したら出世できるから、まあナポレオン貴族とはいえあんまり金持ちじゃない貴族だったから、ね、ここで結果を残して出世していきます。はい。で、はい。なんかね、まああんまトゥロン港とか覚えなくてもいいんですけども、一応ここにあるんだ、ここにあって、なんかね、この港でね、王党派が暴れてたんだわ。王様の方がいいっつって、総裁選挙やだ、暴れとってけど、それをこう倒したりとかして、で、地位を上げていきます。で、鍵がナポレオンはまず第一次イタリア遠征です。ででんつってね、フランスからイタリアにニューって向かうわけ。第一次イタリア遠征、ニューって向かいます。
正確にはこの矢印がこうあるんですけれども、まあ、とりあえずイタリアにもイメージだけあればいいです。はい、でこのイタリア遠征でオーストリアに圧勝、はい、で第1次イタリア遠征が1夜から第1回大出大までの崩壊。まあ、もちろん皆さん忘れるのは当然なんで復習は何回でもしていきますから、大仏大同盟っていう考え方はこれやったな。ほら、なんかあったやろ。はい、とにかくこの当時フランスが革命が起きてるから、他の国がフランスやばいし結託してフランスに対抗しようっつって同盟組んでるの。第1回はルイ16世の処刑によって始まります。ただそれを結局第1次イタリア遠征によるカンポフォルミオの和訳によって、この第1回大仏大同盟は崩壊します。こんな感じ。はい、で勢いそのままにナポレオンは今度、はい、遠征を進めていくわけです。次にナポレオンが狙ったのが、はい、ね、イギリスとインドの連携を遮断する目的です。さあ、イラストにね、ピラミッドがあることから分かる通り、森さんどこに遠征した？エジプト。そう、エジプト遠征です。ナポレオンのエジプト遠征は、なぜ覚えなければならないか。はい、一つに、ね、イギリスを遮断する目的でエジプトまで来るナポレオンなので、はい、それに対抗するべくイギリスが第2回大仏大同盟を組んだからです。基本的にイギリス中心に動きます。第2回大仏大同盟を組んだからです。結構ね、このエジプト遠征ピンチだったんだわ。遠く離れた乾燥したエジプトの地で、実はね、ナポレオンの仲間たち兵隊が続々とマラリアで死んでいきます。そんな中エジプトで囲まれて9ヶ月ぐらい身動き取れなくなって、まあ、ただなんとか命からがら逃げ切って帰国することができた。そういう意味でもエジプト遠征っていうのは一つの転換期ではあった。ただ同時にエジプト遠征絶対覚えないといけないのが、はい、ね、これとある石発見してます。はい、久江さん、ロゼッタストーンだわ。で、ロゼッタストーンっていうのは後で見せるんだけれども、めちゃくちゃ文字の解読にふさわしいんだわ。まず解読した人誰やったっけ、滝野くん。シャンポリオン。素晴らしい、シャンポリオン。ロゼッタストーンチェックしよう。資料集のかなり前になります。書き終わってからでいいですけれども、資料集ちょっと飛んでほしくてね、ページが。なぜ飛んでほしいかというと、他の文字の人も思い出してほしいからですよ。資料集のだいぶ最初の方です。65。ここね。文字の解読のとこにあります。ロゼッタストーン。はい。ね。このロゼッタストーンって典型的な教科書。というか、教科書っていうか、こんな言い方の方がいいか、君らも高1の頃に買ってなかった教科書ガイド。あったね、教科書ガイドって。授業のために、ね、授業ちょっとピンチな人買うやつです。ね、はい。神聖文字、ヒエログリフと、一般人の使う民衆文字、デモティックって言います。ここに書いてあるわ。なんとギリシア文字。同じ内容のお話が3つの文字で書かれてる。まさに典型的な英文日本語訳みたいな感じ。3つの文字で書かれてるから、おこれめちゃくちゃ読みやすいやん。でシャンポリオンがこいつを解読したんだわって感じですね。だから当時から面白いよね。昔から、要するにこれ2000年以上前のもんだよ。プトレマイオス5世を称えるエジプトの碑文だから、昔からね、みんなに、内容を伝えるためにいろんな言葉で同じ内容を書いたんだなって思うと、なんか笑えますよね。っていうようなところです。まさに典型的な教科書ガイドってやつですね。で、これからシャンポリオンが解読した。文字いろいろ覚えないよ。昔言ったね、神聖なシャンポン、くさびロール。昔言ったね、ガミナに私ちっちゃいのが入ってます。神聖なシャンポン、くさびロールで覚えてください。はい、
神聖文字がシャンポニオン、くさび型がローリンソン。あとこれ、ほんと私立受ける人の筆記ある人気をつけて、くさびは貫くやからね。漢字バカな右でもこれはなんとか押さえてる、ね、くさびは3本貫くぞ。これ意外とこれで書いちゃう人いるから、くさびは3本貫きます、くさび型ね、うん、これ間違えないでください、よろしくお願いします。ものすごい独特なもんじゃないですか、くさびって。はい、くさびは3本貫きますね。あとは懐かしいね、千文字 B、ベントリスね、だね、B だからベね、 B だからベ。他にもいろいろありますが、とりあえずクロフト文字だけ強調しておきます、こんな感じで。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、エジプト遠征を覚える理由は第2回大仏大同盟の結成と、はい、あとはロゼッタストーンの発見でシャンポリオのヒエログリフの解読です。はい、そして命からがら逃げ切ったナポレオンはこのあと、はい、クーデターを起こします。はい、そのクーデターの名がこの辺まで行ってます。はい、北川さんいかがでしょう。ブリュメール18日のクーデター。そうですね、ブリュメール18日のクーデター、ブリュメール18日のクーデター。軍隊を利用して総裁政府を開催させ、統領政府を樹立した。どういうことですかつって、はい、要するにナポレオンは総裁政府のメンバーでは入っていたわけなんだけれども、そうじゃなくてもう自分が一番強い統領として事実上独裁したいから政権の中身を変えたんだわ。これがブリュメール18日のクーデターです。革命とクーデターの違いは、革命は完全に外から変えます。地味に覚えておくといいです。例えばフランスって絶対王政やったやん、フランス絶対王政やったやろ。で、フランス革命によって絶対王政が崩壊して国民議会が憲法を作ったわけやん。わかる？国民議会がこうすることによって、ごめんなさい、字汚いし別に書かなくてもいいんだけれども、憲法を立てて王様の地位をね、なくしたわけじゃないけれども、王様による支配から憲法による支配に変えたんだわ。革命は外からな。クーデターは中からだわ。クーデターは内側のお話。もともとナポレオンは総裁政府に関与してるんだわ。でも、総裁政府に関与していたナポレオンっていうのが、そうって書いておくけれども、総裁政府に関与していたナポレオンがそのままトップまでなって統領政府を指揮することになるんだわ。こういう感じ。クーデターは中からで革命は外からね。これ地味に言葉の使い方違うから気をつけてくださいね。はい、クーデターは中からで革命は外からです。この後もクーデターってちょこちょこあるんで、上海クーデターとかいろいろありますから、まあ、大体軍が暴れる感じです。軍隊が暴れるのがクーデターっすわ。よろしくお願いいたします。はい。で、総裁政府っていうので、その中に関与していたナポレオンですが、ブリュメール18日のクーデターを起こし、統領政府を樹立し、自分の権限を強くする。はい。です。さあ、ナポレオン。第一統領に就任。1799年。その後、国民投票を経て、もう最強です。終身投了になります。強すぎるよ。終身投了。もう自分がずっと一番偉い立場にいるよってなります。終身投了。
ちゃんとしかも国民投票の結果でなるので強いですよね。国民のみんなに選ばれてます。ぬるん、問題。世界史を行き来しましょう。森さん、かつていたよね、ローマの時代に終身ディクタトルって誰やったっけ？あ、違います。その前です。終身ディクタトルになって最終的にブルータス、お前もか、ブサ、カエサル。そう、カエサル。カエサル以来だね、こういう終身なんたらつって歴史で出てくる。カエサルの時は終身ディクタトルだったわ。頑張れよ、世界史をちょっとずつ網羅しながらやってかんなんから。どこに載ってるんですか？ここにありますよ、ローマ共和制にありますよ。でるでる、84ページのローマ共和制のここにあるわ。ほら、カエサル、カエサルの独裁、終身ディクタトル、インペラトルの称号を獲得する。なんかあったね。いいんです、いいんです、皆さん忘れてるのは当然なんで。ディクタトルっつったらそもそもあれや、ディクタトルは国が戦争でピンチの時に限って半年間だけ独裁することができるやつ。全然難しくない。今のウクライナでわざわざ大統領選挙までしようと思わんよ。うん、とりあえずゼレンスキーに任せやろ。うん、そういうことで、非常事態なんで選挙もクソもねえからとりあえずカリスマに支配してもらうっていうのがこういうディクタトルっていう制度であって、カエサルが当時もうカリスマ的支配がすごかったから、お前は一生ディクタトルでええでっつって終身ディクタトルっていう称号をもらってるんだ。それと似たような感じですよ。この人も終身投了っつって、もうあまりのカリスマ性によって国民投票によってお前一生投了でいってよって言われてます。はい、でもそれでもまだまだ上を目指すからナポレオンです。はい、第2次、失礼、第2回大仏大同盟組まれてますが、でね、それを、結局打ち破るのは第2次イタリア遠征です。はい、前も言ったけれども、このイタリア遠征で1回目と2回目の、はい、大仏大同盟がなくなります。ただ、和訳の名前を覚えておいてください。1802年なんですけれども、第2回大仏大同盟を崩壊させる、その和訳の名前が記載さん。そう、アミアンの和訳です。アミアンの和訳、首相の名前何やったっけ、イギリスの。滝野くん、小さな、あー、ピット。そう、ショーピット。ショーピットはここで退治を、はい、イギリスと講和を締結、それにより第2回大仏大同盟は崩壊。はい、なおこの時ミシシッピ川以西のルイジアナ、戦争の棺で金がなくなって売ってます、アメリカ。アメリカ編です。うわー、あったなーっていうところです。頑張ってくださいね。あったなー。はい、あと国内の話ちょこっとだけ触れとくと、はい、カトリック教会と仲直りします、コンコルダート。先生いつから喧嘩してたんですかって。ほら、革命の時に教会から財産強引に奪ったんだ。うわーっつ、そんなことしたらもうダメやろっつ、とりあえず一回ね、カトリック教会と仲直りしようってことをしてます。まあ、平でいいです。そしてこれ1804年ですけれども、ナポレオンは一応まあ実質独裁なんですけど、形上ちゃんと憲法による支配という形を取ります。彼はルール作りをした。はい、全文2281箇条の民法典を作った。はい、宇治君、ナポレオン法典。そう、ナポレオン法典、ナポレオン法典です。
私的所有権の絶対、個人意思の自由、3つ目、これが意外と大事、家族の尊重。あら、ナポレオン、なんて素敵な人なの？家族を大事にする。はい、ナポレオンの家族の大事にし方。ちゃんと載ってるよ。はい、ここ。見てください。ナポレオンはどれだけ家族が大事か。家族の尊重。221ページ下。夫は妻を保護し、妻は夫に服従する義務を負う。まあ、21世紀のフェミニスト団体からめちゃくちゃ怒られそうなこと言ってますね。こんな感じです。まあ、ただ、当時の、まあ、世の中で、ね、逆に女性というのにある程度こうね、言葉が出てきて、保護しっていう言葉まで言ったのは偉いかなとは思います。ね。っていうようなところです。ナポレオン法典。うん。はい。ほんでもう一つねんけど、銀行作っとるわ、フランス銀行。すげえ簡単な話、戦争するときお金いるんだわ。お金ばらまくんだ、バーって。お金ばらまいて経済とりあえず回すんだわ、インフレ起きてもいいから、バーって回して、兵器とか作ったりするから、銀行いるよってなって、銀行作っとる。これが今の要するにフランスの中央銀行の名残なんで、まあ、そういった意味ではナポレオンすごいです。そして、皆さんも何度も聞いてますが、ナポレオン戦争、大量に戦争します。はい。で、国民の支持もすごいことになってきます。フランスどんどんでかくなります。もはやこれ皇帝やないかいっつって。帝国は基本的に多民族国家の支配なんで、もうこれは帝政でいいと。エンペラーになってくれと。はい。国民投票によって、なんとナポレオン一世となり、皇帝に即位です。はい。ということで、ついにフランスでは総裁選挙、統領政府を経て、ナポレオンという皇帝が生まれることになりました。エンペラーです。はい。で、これはもうイギリスもまたやべえなってなって、ナポレオンの皇帝就任をきっかけに第3回大仏大同盟です。まあ、すごいっすよね、このカリスマ。一人の軍人さんが駆け上がっていって最終的に皇帝にまで成り上がっちゃったわね。すごいっすよね。はい。ナポレオンの戴冠式はあまりにも有名やろ。こうやって。これ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 。でね。これ。教皇が冠を、ね。高校の冠をつけるのは教皇がやろうとしてたんだけど、教皇の手からパッて奪って俺がかけるんです。そういうなんか演出したがるやつ。ちょっと時代がもう違うかもしれないけど、タイプキムタク、ライブの途中に自分で歌を勝手にアレンジしちゃうタイプの人、そういうタイプの人です。でもこうやって、でその様子とかを絵画に残して、俺ってすげえだろっていうのをイラストで描く。こういうのとかもそう。サンベルナール峠を越えるナポレオン。実際こんな馬で峠越えれんからね。実際に乗ってるのちっちゃい足の短いロバやからね。有名な話やろ。足長かったらこけるし。もう本当にもう人生忘れられないから、これ見てこれ、ちゃんと本物やからね、これ。もちろんこれ本物やからね、これ。はい、これ本物ですから。これマジやから、マジ本物。本物。これ、新婚旅行で。アブダビのルーブル、アブダビルーブル美術館が UAE ってわかる？アラブ首長国連邦、サウジアラビアのちっちゃいとこにあるんだわ。アラブ首長国連邦 UAE で、アブダビっていう日本でいう大阪みたいなとこがあって、めっちゃ簡単やん。ただただ金持ちの王様がおるから、観光客呼ぶためにルーブル美術館から何兆円もかけて作品買いまくって、で、このサンベルナール峠を渡るナポレオンも勝って。だから本物です。ダビドの描いたやつ。ね。レオナルド・ダ・ヴィンチもあったから、マジ感動でしたよ。ね。これが見れたんですよ、私。はい。海外の美術館、写真撮れるブース多いからいいよね。思い出に残りやすいです。っていうようなところですね。はい。です。さあ、ナポレオンですけれども、この大陸制覇の続きまた見ていきましょう。ここから第3回、っていうか第1帝政になってからのナポレオンで、
またね、頑張れよ。こっからまた覚えることが多いね。ほら。ほら。あ、こっちじゃなかった、これ。ほら、ほら、ほら。ほら、ほら、ほら。あ、来てた、ほら。やったら多いんです。ここまでよりも、第一訂正になってからの方が、覚えることがいろいろあります。ほんで、戦いがいろいろあるから、しっかり覚えて、4つあるし。トラファルガーの戦い、アウステルリッツの戦い、まあ、対戦。うん、で、ロシア遠征、あ、5つやった。ロシア遠征、諸国民の戦い。4つでよかった、ごめんなさい。あれや、4つやな、5つや。で、ワーテルローあるからな。まあ、ワーテルローはこっちか。ワーテルローはブルボンチやから。戦いまだまだたくさんあるんで、頑張ってください。で、戦いを覚えるときの鍵なんですけれども、エジプト遠征もそうなんですが、とにかくナポレオンは海は強くないですが、海は負けます。海負けます。はい。で、イギリス上陸計画まで立てちゃいます。すごいっしょ。もうイギリス絶対倒すつもりだ。ほんと大陸制覇したいから。すげえんだ、ナポレオンって。もうここ全部フランスにしようとしたんだわ。よし、そしたらもうイギリス倒しに行くしかないから、イギリス上陸計画立てます。はい。それが通称トラファルガーの戦い。トラファルガーの海戦。トラファルガーの海戦です。ただ、この時、イギリスには最強の提督がいました。はい。イギリス艦隊を率いたこの提督の男、提督、名前を知っているでしょうか。北川さん、どなたでしょう。ネルソン。そう、ネルソンです。ネルソン。ネルソンです。ちょっとすみません、ネルソン好きなんで、2分ほど語らせてください。構造上、大砲の向き必ずこうですわ。大砲の向きこうね、船って構造上縦に置けんね。やし、船の戦いって基本的に消耗戦なんだわ。打ち合いすぎバン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 。大砲にそのまま当たってしないよ。全然難しくないって。うん、ごめんね。この程度でも痛いやろ。木の破片が40キロもの木の破片が大砲ぶつかって衝撃でバーン飛んでくるやん。ぐちゃ。こういう戦い方やからね。船の戦い方って。大砲ぶち合って木の木片飛ばして、それが刺さるんだ、体中に。って考えたときに、基本的にそれまで消耗戦だったんだけれども、ネルソン考えるんだわ。フランスに勝ちたいっつって、フランス今攻めてくるっつって。横並びになったら消耗戦になっちゃうから、考えて。はい、フランスはこういう風になってくると。で、ネルソン言うんだわ。俺たちこうやって突っ込むわ。嘘だ。それはネルソン提督。あまりにも危険すぎます。そらそうやろ。とりあえず、こうなっとるわけやん。で、自分らこうやろ。もう、一も打尽にやられるよな。ダラ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 ダ。で、ちょっと考えたらわかるけど、横から攻撃されるよりも、縦から攻撃された方がわかる。攻撃の弾が緑だったとしたら、横からの攻撃って総面積少ないけど、縦から攻撃されたら総面積多いんだわ。だからリスクが激しい。でも、こうすれば、前の一番上の船だけが攻撃を受けて、後ろの船ができるだけ攻撃を受けてない状態で突っ込めるんです。これを通称ネルソンタッチと言います。提督、そんな作戦危険すぎます。誰が一番前に乗るんですか。決まってるじゃねえか、俺だよ。あら、かっこいい。ネルソンは一番自分がリーダーなんだけど、俺この船乗るからお前らついてこいっつって、バーッつってで、ボコボコに攻撃を受けます。ところが、それで意地で突き進んだわけだから、結局どうなるかっていうと、突き進んで突き進んで突き進んだら、結局一番前の船はもうボロボロだけど、2番目3番目4番目の船っていうか、それ以降の船っていうのが全部縦で取れるんだ。だからこいつらのその後の攻撃っていうのは、相手まで潜り込んだら全部攻撃が分かる。縦で通せるの、バーンって。これが通称ネルソンの編み出したネルソンタッチ。だから、自分が一番前に乗るからって、一番前の船はもうボロボロで攻撃できないんだけど、2番目、3番目以降の船は全部縦で攻撃できたの。
トラファルガーの海戦。またこれが感動的なんですよ。ね、まあ皆さんもなんとなくうちわかりますが、このトラファルガーの海戦で勝利すると同時に、ネルソンは船の破片が体中に刺さって死ぬ。ね、その時にね、最後になんて言うと思う、はい、私は義務を果たした、神に感謝するっつって死ぬ。すごくね、絶対無理や。俺がこの立場やったらさ、痛い痛いっつって死ぬからさ、うん、最後の方が痛いで終わってますから、こんなかっこいいこと言って死ねるんですよ。しかももともと戦いすぎて片目見えなくて片腕ないっていう、なんかチートキャラ感すごいやろ、ネルソン。かっこいい男です、ネルソン。だから、なんかね、世界史好きな人が多いからネルソンがわざわざ映すようになってるんです。世界史はね、なんかこういうコアなファン層に刺さるように作ってるんで、これが有名なトラファルガーの戦いのネルソンタッチっていう、そういう戦い方してで、イギリスはだから結論を言うと、エジプト遠征もそうだし、トラファルガーの海戦もそうなんだけど、海強いんでやられないんですよ。海強いからやられない。でも逆にフランスは、ナポレオンは戦争の天才なんで陸が強いんです。で、この、その後、オーストリアやら、オーストリアやらロシアやらがある程度言うことを聞くようになった戦いが、1805年の、もう語呂合わせがいいからご存知でしょう、三帝海戦ですよ。アウステルリッツの戦い。アウステルリッツの三帝海戦。これもこれだけで話したら20分ぐらい使えるんですけども、ちょっとネルソンでちょっと盛り上がったので、今日はここまでにしておきましょう。はい、三帝海戦である理由だけ言っとくね。三帝、つまり3人の皇帝がある程度鉢合わせになったからです。この時ロシア軍を率いていた皇帝の名前は何でしょうか。こういうことを聞いているわけです。森さん、いかがでしょう。ロシア軍は誰だったでしょう。あ、あれ、はい、ロシアはこの時もうすでにアレクサンドル一世です。アレクサンドル一世、はい。オーストリアを率いていたのが神聖ローマ皇帝のフランツ二世、はい。でこれまた芸術的な戦いなんですけれども、フランスが勝利してオーストリアが屈服、はい。これにより三帝海戦なんで第3回対仏大同盟崩壊ね。こうやって覚えていけばいいから、第3回対仏大同盟が崩壊します。第3回でね、三帝海戦の結果でございます。はい、ということで神聖ローマ皇帝の、フランツ2世さえも倒しちゃいました。はい、なので神聖ローマ帝国も彼は言うことを聞かすことができます。ナポレオンはプロイセン、オーストリアを除くドイツ諸侯を合わせてしまって神聖ローマ帝国を消滅させ新たな同盟を作りました。はい、第3、まさにドイツの領土になっているところに何同盟があるよ。ラ、そう、ライン同盟ね。これライン同盟を結成して神聖ローマ帝国は滅亡。はい、お疲れ様でした。900年弱にわたって続いた神聖ローマ帝国、これで終了、はい。その後さらに複数の戦いでプロイセン、ロシアに勝利、はい。プロイセンに対しては、はい、とある条約を結んで領土の半分以上を獲得します。プロイセンに対して結んだ条約、はい、先の句、そう、ティルジット条約。めちゃくちゃ屈辱的な条約でプロイセンの領土の半分以上を持っていきます、はい。で、プロイセン領ポーランドというのを作ってそこに親戚を置くわけです。ほんで、王国作ります。王国っていうか公国作ります、はい。その公国の名が何でしたっけ。ワルシャワ大公国。そう、ワルシャワ大公国。こうしてどん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 領土を、どん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 量で広げます。まあなんせカリスマですから、
戦争の天才です。しかし、そんなナポレオンですが、転換期になったのがここです。経済的攻撃を失敗しちゃったんですよ。それがイギリスに対して経済的攻撃を仕掛けた歴史です。1806年なんですけれども、とある条例を発布いたします。はい、北川さん。大陸封鎖令。そう、大陸封鎖令っていうんだわ。でしょ。はい、大陸封鎖令です。確認するよ、大陸封鎖令なんだけれども、まあまあ全然難しくないから大丈夫ですよ。こうやってまず見ます。まず領土見るのね。改めてこの大陸における、ドン、ナポレオンの状況を見て、スペイン、イタリア、オーストリア、まあまあちょっとこの頃はまだあれですけども、さらにはプロイセン、デンマーク、ね、いろんな国、ね、ノルウェーと、はい、で、ロシアは何度も戦争に負けている。まずあらゆる国がナポレオンの支配下に置かれてるね。ただしイギリス以外ね、大丈夫、ナポレオンの影響に置かれてます。ナポレオンが言ったことは聞かないといけませんっていうふうに考えます。で、ナポレオン言うわけです。お前ら申し訳ないけれども、イギリスと貿易すんのやめてくんね。ナポレオンの影響下にあるロシアやらプロイセンやらオーストリアやらがイギリスと貿易するのやめてくんねって言われたんだわ。はっ、まあ、理由は簡単だね。イギリスがそうすると物資を輸出できないことになっちゃうから、イギリスが経済的に打撃を受けるからです。え、じゃあ僕たちの食料品とか工業品とかどうしたらいいんですか。それは今からフランスが経済的に発展するからフランスからあげるさ。何言って、つまりナポレオン的にはフランスの経済発展によって工業化を進めて、必要な商品等はフランスから買ってもらい、イギリスと貿易をしないようにしようっていうふうにしたんです、はい、ただ悲しいんですけれども、そこまでフランスっていうのが工業発展しませんでした。フランスはもともと農業国です。前も言いましたね。そもそも封建地帯の無償廃止戦争あったやろ。うん、もう地主制なくなっとるよ。前も言ったね、どこも大体農業っつったら農奴型のこれねんけど、フランスは世にも珍しくこれがなくなった国ね。封建地帯の廃止、国民公開の時、前もこうやって言ったな。ここからビフォーアフターでそれぞれ自作農が増えた国ね。やし農業もね、割と、うん、農作物は入ってくるかもしんないけれども、工業化が全然進まないんだわ。でもイギリスはある程度発展してるからね。はい、でそんな中さらにイギリス追い打ちかけるんですよ。あ、そう、フランスそんなこと言うんだったらじゃあいいやね。こうなんか隠れて貿易したい人もいるかもしれないけど、まあ実際密輸もするんだけれども、イギリスも大々的に貿易やめるわ。これ逆封鎖って言います。だから簡単なことを言うと、大陸諸国がイギリスさん、なんかフランス言ってますけれども貿易してくださいって言ったけど、うん、じゃあ俺らもやめるっつって、そう、フランスもやるな、フランスも貿易するなって言うし、さらにイギリスまでも貿易するなっていう風にがんじがらめで怒られた感じです。だから効果は絶大でした。逆の意味でね、大陸諸国はどん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 貿易収入がなくなって、国民の生活は逼迫し、挙句の果てには知らないところで密輸するしかなくなる、ね、結論から言うと、ナポレオンの最大の失敗は大陸封鎖だわ。経済的にものすごい打撃を受けて、ナポレオンに対する不信感を他の国が持っちゃったから、ここから反ナポレオンっていう感覚が増えていきます。しかしそれでもナポレオンの勢いは凄まじく、イタリアは征服したし、オランダも征服するし、イベリア半島も征服した。ハプスブルク家に至ってはすごい決断だよね。まあなかなか子供が生まれなかったこともあったけれども、ジョゼフィーヌっていう元々の嫁さん、ほら、だからわざわざ書いてあるでしょ、戴冠式では冠をかぶってるのはジョゼフィーヌなんだわ。奥さんね、めっちゃ大好きやって、ラブレターしょっちゅう送っとって、
早く会いたいよって選手、私言ったやつ、はい、でもフランスを強くするためになんだわ、はい、オーストリア皇帝の娘と結婚したらオーストリアも言うこと聞かすことできるやろ、やしオーストリアの嫁と結婚する、それがマリルイーズって言います。まあ結局子供は生まれることになるからいいんですけれども、うん、まあでもなかなかね、はい、こうその考え方によってはなかなかすごいんですけど、ただそれで名門ハプスブルク家との提携をすることができるというようなところです。さあということでナポレオンは領土も拡大し影響力も高めるんですけれども、はい、当然同時にナポレオンに対する反対運動も強くなる。さあ見ていきます。まず、まあ、スペイン内は、はい、プロイセンの近代化、ティルジット条約で半分以上領土取られたプロイセンが許してなるもの、2人の首相がプロイセンの改革に打って出ます。2人の首相がプロイセンの改革に打って出た、はい、どこまで行っとったっけ、滝野君、シュタイン、シュタインとハルデンベルク、そう、シュタイン、ハルデンベルク、シュタイン、ハルデンベルクによるプロイセンの改革、ナポレオンに真似て国民軍作ったりとか農奴制を緩めたりとかして近代化を目指します。はい、さらに国民意識プロイセン高めていきます。これ倫理でも微妙に出る人だよね。ドイツ国民に次ぐ、はい、大学の学長が叫ぶわけです。哲学者のお名前は藤田君、フィヒテ、そう、フィヒテ、ドイツ国民に次ぐ、これ結構大事やからね。ドイツ国民っていう国民意識を向上させてるんだわね。今から今日の後半の授業っていうのは国民意識の話するから、いわゆるナショナリズムの雇用なんだわ、こうナショナリズムのこう、なんかね、ナショナリズム、それどういうことですか、あんま難しくないんだけれども、うん、大丈夫大丈夫、なんかこの前ラグビーやっとったやろ、さすがに北川さんラグビーをしとったことは知っとるよね。で、別にがっつり応援するわけじゃないけども、まあなんとなくね、日本頑張れぐらいね、ちょっとした気持ちはあるやん、見たいことあるやろ、なんかバスケとかバレーとかも最近やっとるやん、なんとなく日本頑張れ感あるやろ、それ、ナショナリズム全員持っとるから、うん、なんとなく日本ファイト、うん、で、さすがに自分のこと、森さん自分のこと日本人やの送るね、うん、これただ、なんか当たり前すぎて抜けちゃうんだけれども、この当時、まだ自分のこと日本人とか自分のことドイツ人で考えるとあんまないんだわ、うん、そもそもドイツは神聖ローマ帝国、まあ今後なくなっちゃったけれども、すげえ分かれてるし、村社会だから、自分が一生基本的に自分の村で生きて死ぬだけだから、あんま国民意識ってないんだけれども、この頃からちょっとずつ国民意識っていうのを芽生えさせます。ナポレオンが割と革命軍作ってフランスのために戦えって言って国民意識を上げちゃったから、こういう風な感覚が出てくるんですよ。これ次のね、ウィーン体制にすごい関係あるんで覚えておくといいです。そしてナポレオン最大の戦いでの失敗は遠征の失敗です。はい、ナポレオンが失敗した遠征といえば、北川さん、ロシア遠征、ロシア遠征です。ロシア遠征も面白いよ。うん、全然難しくないな。まずロシア遠征でものすごい人が死んでます。ほら押さえておきましょう。ロシア遠征見てみ、ほらめっちゃ人死んどるで。開始の時61万人、行け、レッツゴー、寒いよ、飯ないよ、最後5000人、60万人いた軍隊が5000人になってます。これ理由があるんだわ。ナポレオンって肉めちゃくちゃ強いんだわ。例えば目的地が星だったとするでしょ、ここ目指していくじゃん、物資ってたくさん持ってくとしんどいんだわ、だって重たいやん、そやろ、重たいし腐るでしょ、だから
戦って目星つくと勝って物資なくなったら次のところで物資取りに行けばいいんだわ。ここ行って村制圧してお前らとりあえず物資全部出せ、温かいもの出せっつって、はーいっつって、じゃあ次ちょっと星入って赤いのにしようか。じゃあこれロシア側などしよう。ロシアすごいこと考えます。ついきっと沿線考えたら動線考えたらこの村に来るやろうな。そしたら先にロシア軍行っちゃいます。逆にこれ全部ぶっ壊します。自分たちの村を壊すんだわ。これが通称焦土戦術って言います。書いてあると思う。焦土戦術、これ焦土作戦すごくね。自分の国のやつやってきて、はいちょっとこの辺全部ぶっ壊してください、ぶわーってぶっ壊さないの、ご飯全部ください、じゃあ増税クソメガネなんて言ってる暇ないですよ、本当に。ギャーってみんな死ぬだけですから。ロシアはもう基本的にバクってるんで、うん、だからナポレオンはまず行っても物資がないんだわ。やべ、なんもねっつって、この先もずーっとないっつって、でも引き返すにも難しいからみんな飢えて死んでいく、そんな状態ってことです。はい、ロシアは基本的に防衛性は強いっす。戦争に対して攻めるのは弱いけど防衛戦強くて、こういうとこ見てみ、もうさすがに君らもう二水も世界史も第二次世界大戦に行ったんけ、もう行ってる、もう終わった、もうちょっと終わったのか終わったんやかよく分かんないみたいな、どこに行ったの、第一次世界大戦後ぐらい、はいはいはい、ってるわけですね。で、これ見た学校で、これ主要交戦国の死傷者数見させられるんだった、これたまにグラフ問題ありますよ。見てみ、これ第二次世界大戦ソ連ロシアの死者数、うん、日本でさえ死者負傷者数で646万人ね。見てみ、ロシア2060万人やね、うん、クソ死んでるでしょ、うん、これなんでかって言ったらもうヤバいんだ、ロシアの戦い。戦うときに、例えば2人が末端の兵士ですよ。お前ら戦いに行かんな。6時だね。頑張れっつって。ほんで、上の人やってきます。お前らに武器を渡す。ほいっつって。はい。銃1個渡されます。僕たち2人なんですけど、片方が死んだら、片方を盾にして、1本の武器で進んでくれ。じゃあ、こんなんやな。で、どっちから先に死ね。たきよーとか言って、ぐちゃーって死ねやん。そしたら、藤田が滝の盾にしながらこうやって進むしかない。本当やろ、こんなことしょってんのずっと。もう死ぬしかないよ。だからその名残があるから今のウクライナでも徴兵の仕方とか意味不明なのめちゃくちゃな感じで徴兵されるから、で物資もままならぬまま現地着いたらもうみんななんか奪い合いしてるらしいから、うん、報道は最近もされんけど相変わらず国際ニュース見てたらもうなんかもう異常な事態は報道されてるし、かわいそうに何も持たされまま最低限の武器だけ渡されて現地行ってみんなで奪い合いしてるんだって。もうこんなん置いといたら秒で取られてるから、うん、そんな状態。まあすごいよ。で、ただこのロシア遠征最大の失敗ですわ。ナポレオンはこれで負けて、はい、みんなの評判が下がる。そんな中ついに他国が徴兵制で強くなっていくし反ナポレオンの感情も上がっていく中、解放戦争って言って、これが通称ライプツィヒの戦いっていうんだわ。ライプツィヒの戦いの地は、ついになったね。ライプツィヒの戦いです。で、ついに負けます。まだ残念、負けちゃいました。ナポレオン敗北です。はい、ここからしっかり押さえよう。ナポレオン負けました。定位を退きます。まず最初はどの島に幽閉されたでしょう、森さん。そう、エルバ島。まずは自分の地元の近くの小さなリゾート地、今となっては島エルバ島に行きます。はい、そんで王政復活します。ルイ16世の弟が国王として復活しました。はい、久井さん、ルイ18世。そう、18世先生、ルイ17世っているんですか。います、はい、ク
暗い気持ちの時にウィキペディアで調べてみないでください。もうかわいそうすぎるんで。マリー・アントワネットの子供で、革命軍に虐げられて殺されてたから、ルイ17世はめちゃくちゃかわいそうですいるんですけど、当時の革命政府の時に大変な目に遭ってます。はい、まあルイ18世で、なんかその後なんですけれども、これは今から世界史であるんですけど、ウィーン会議っつって、ナポレオンの、ね、ナポレオンの大陸制覇が終わった後のヨーロッパの秩序再建のための会議をするんですけど、会議が全然まとまらないんで、これがチャンスと思って、ナポレオンがなんとエルバ島を脱出、要するに国が混乱してるからまたカリスマ欲しいよ、みんな。ナポレオンだったらこんなことにならないのに。だから国民の支持を経てちゃんと復活、またうまいことちっちゃい戦いで勝つね。全然乗ってないけど、なんかちょこちょこなんかわーってなってるところを沈まれみたいな感じで抑えてるね、カリスマだから。でまた支持を経て帝位に復帰します。ただもう最後はね、もう力はだいぶなくなってはきていたので、はい、イギリスが最後やるわけでございますね。はい、最後に負ける戦いが、滝野君、ワーテルロー、そう、ワーテルローの戦い。はい、で敗北し、また海なんでね、はい、敗北してナポレオンは帝位を退きます。南大西洋の孤島まで連れていってもらいます。最後の彼が亡くなった場所が藤田君、セントヘレナ、そう、セントヘレナ島です。セントヘレナ島へ流刑です。セントヘレナはちなみになんかもう本当にこのアフリカの西部にあるところなんですけど、かといってなんかゴリゴリの何もないとこじゃないからね。今こんな感じ、昔から割とこんな感じで栄えてて、ほら、資料集のこれあるじゃん、あるよ、こうやって。あ、全然違うページになった。ちょっと見たら、冷静に考えたら分かるな、意外とそういう視点じゃないんだけども、これあれやろ、あれやろ、ほら、ヨーロッパからニョコ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 ってインド行くときこのルートやろ。いいか、まだ製図がないぞ、製図がここやぞ、製図がまだないから。19世紀の最初やから、セントヘレナって要するに交通の用地、お腹とか減ったらここに物資置いて、置いといて、ちょっとここで休憩するための場所だ。結構栄えてた、たださすがにもう遠すぎるわな。よし、そんななんか絶海のことってわけじゃないんだ、実は割と栄えてます。でそこでナポレオンが亡くなってます。でも今でもちゃんとナポレオン資料館みたいなのはあるそうです。はい、興味のある方はどうぞっていうようなところです。はい、終わりにあたってナポレオン編、ナポレオンの大陸制覇の意義と、まあまず今からの歴史の流れでいうとこれですわ。国民主義、さっきも言ったナショナリズムの高揚、ナポレオンの戦いの作り方っていうのは基本的にフランス人としてフランスっていうものを盛り上げていこうっていうような戦い方をしたので、いろんな国がドイツ人としてイタリア人としてっていう考え方が出てきます。これによって19世紀はいわゆるナショナリズムのもとに独立したり憲法を作ったりってする動きが強まるので、ナポレオンの成果は偉大であったとなるわけです。はい、ここまで何か大丈夫そうですか。